どうもサラポジです。みんな資産形成してる？さて今回は資産1億円と1億円までの壁について考えてみようと思います。昨年資産5000万円を超えてから約半年が経ちまして、今のところ5000万円以上維持できています。目先は資産6000万円を目指していることは変わりないのですが、今回は思い切って1億の壁について考えていきたいと思います。内容の途中で今年の年間の配当金の見込み金額にも触れていますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。ちなみに私のプロフィールは14年と半年の期間サラリーマン1本で資産5000万円以上を達成し、現在は経済的自由を目指しています。そしてこのチャンネルでは平凡なサラリーマンが株式投資を通して日々感じたことなどを発信させていただいております。もしよろしければチャンネル登録やコメントをいただけると嬉しいです。早速直近の資産推移から1億円に達するまでの時間を計算で確認していきましょう。これは約2年前から資産額を管理していまして、その実績になります。2年前の2020年の年末は約3000万円ほどでしたが、先月末時点で約5300万円まで増えました。ピンク色の直線は青色の資産推移のトレンドラインでして、トレンドラインの関数は緑色の式になります。この関数から1億円までの期間を計算したところ、およそ57ヶ月弱かかることが分かりました。これは約 4.7 年に相当し、ざっくり5年弱で到達する可能性があるということが今回分かりました。ただしこれはあくまで計算上の話で、計算通り進むとは私は思っていませんが、それでも10年や20年は待つ必要はなさそうですね。少し補足の資料をつけて次のスライドに進みますね。さて今のサラポジの状況が確認できましたので、ここから少し資料の情報を確認し、サラポジのポジションと1億の壁について話していきます。まずよく目にすると思いますが、これは野村総研が出している純金融資産保有額を階層別に分けた図になります。上から超富裕層の階層で資産は5億以上を保有している階層となり、全体で約 0.2% がこの階層に入っていて、約 8.7 万世帯あります。さらに富裕層は1億から5億未満を保有する人たちで、全体の約 2.3% がこの階層に入っています。そしてその下は純富裕層で資産5000万円以上、1億未満がこの階層に入り、全体の約 6.3% を占めます。さらにアッパーマス層は資産3000万円から5000万円未満で、全体の 13.2%、 そしてマス層は資産3000万円未満で全体の約 78% を占めています。さらに1世帯あたりの平均資産額は計算上このようになっています。主要値ではなく平均値ですので、あまり実態に即していない可能性もありますが、各階層で自分はどのあたりにいるのか一つの指標になると思いますので、参考にしていただければと思います。そして計算上ですが、全体の平均は約2870万円でした。この全体の平均値は超富裕層が平均を引き上げているような感じがしますね。さて今までの内容とサラポジの今のポジション等を比較してみますと、私はアラサーで仕事を開始しまして、約十数年間の間マス層にいましたが、2020年末にアッパー層に到達し、さらに昨年の夏に純富裕層まで到達することができました。そして富裕層の資産1億以上になるのは、冒頭で計算した感じですと約2028年くらいに到達できる可能性があるということが今回分かりました。ただ果たして本当に到達できるのか、もう少し詳しく見てみましょう。さらに各階層ごとに資産金額1000万円の単位で縦のグラフを作ってみました。縦軸は一つのメモリを1000万円ずつになっていまして、下からマス層、アッパーマス層、純富裕層、富裕層、超富裕層に色分けしています。富裕層の階層は青色で示したところの間になるのですが、富裕層といっても資産額にすごい幅がありますね。縦軸に資産金額をグラフで表すことで、一体自分がどのあたりのポジションにいるのかを改めて認識させてくれる結果となりました。さらに資産1億までについてもう少し拡大して見てみましょう。サラポジは14年と半年間で資産5000万円以上を達成することができ、さらに資産1億円以上になるのは計算上5年弱で到達できる可能性があることが分かりました。ただ仕事を始めた時に資産が全くない時は、1億の資産なんて夢にも思っていなかったですし、2年前の3000万円になった時も全く1億という金額で実感がなく、高い壁のように感じていましたが、5000万円を超えてからはさらに2倍にしないと1億に到達することはできないのですが、それでも資産1億になる可能性があることについてかなり現実味が出てきました。1億までの資産形成の中で
前半の5000万円までは14年半かかりましたが、後半の5000万円は計算上ではありますが、約3分の1の期間で増やすことができる可能性があることが今回分かり、1億までの壁は結構低くなっているように感じ、かなり現実的になっている感じがします。ではなぜかなり現実的になってきたのでしょうか。さらにはなぜ5000万円を超える頃には1億までの壁が低くなっているように感じるのでしょうか。もちろん資産が増えてきたことで、例えば1000万円のポジションから1億までの道のりと、資産5000万円のポジションから1億までの道のりだと、5000万円のポジションの方が資産1億円までの距離が短くなっているので、現実味が出てくるというのは間違いないのでしょうが、サラボチ自身が今のポジションで実感することとして、目標まで距離が短くなってきているというよりは、資産形成のスピード自体が以前よりも速くなっていることが非常に重要だと私は感じています。具体的に資産形成を始めた頃は、年収は平均的で、貯蓄のみで少しずつ資産を増やしてきましたが、その後転職により収入が増えたことで、転職前よりも資産の増加スピードが速くなりましたし、株式投資を始めたことで、一つは投資信託で自動再投資で資産から資産を生む環境が今は作れつつありますし、さらに配当金という不労所得も得ることができるようになり、資産の増加のスピードが明らかに速くなっていると実感しています。つまり資産形成を始めた頃と今とを比較すると、今の方がおそらく資産の増加が加速する環境づくりが少しずつできてきてて、この環境づくりこそが1億に到達するまでに非常に重要だと今実感しています。以上のように1億の壁の高さは下げることができると私は考えています。例えば転職や副業で稼ぐ力を上げることもいいでしょうし、投資で増やす力を上げることも重要です。そして現在サラポジのポジションとして、資産から資産を増やすことがほぼ自動でできるようになってきましたし、資産からストック収入として不労所得である配当金を得ることもできるようになってきました。これら2つを得ることができたので、資産5000万円から資産1億まで到達するスピードが今後自動的に少しずつ速くなるでしょうし、配当金についても現在年間100万円くらいですが、配当再投資で200万円を目指す予定です。ちなみに現在配当管理というアプリを使用していまして、現在の為替換算で今年は約137万円になる予定です。この配当管理のアプリは少し正確性に欠ける部分があるようですが、モチベーションの維持に活用していまして、今の為替でも少なくても120万円ほどはいくんじゃないかなと予想しています。さて以上まとめますと、1億に到達するまでに直近の資産推移から計算上ですが5年弱で到達できる可能性があることが分かりました。さらにまだ1億に到達しているわけではありませんが、それでも1億の壁は下げることができると私は実感していまして、実感するようになった環境の一つとしましては、投資信託で資産から資産を増やすことができるようになってきたことと、もう一つは資産から配当などのストック収入増えてきたことで、1億の壁が仕事を始めた時と比較して明らかに下がっているように感じています。今は資産5000万円のポジションでまだ1億を達成できているわけではないですが、今後考え方や感情の変化がありましたら動画で発信させていただくことを考えています。今回の資産1億までの壁について考えてみた動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録やコメントをいただけると嬉しいです。